はい、こんばんは、シンガでございます。全然、今日は酔っ払っておりません。なんだっけ。サムネイルに書いてあった通りですね。この、コルグさんの、モノローグ。ごめん、ちょっと、音が。モノローグですね。で、意外とね、使いどころないんですよ、こいつ。いいモノシンセだと思うんですけど、コルクさんはね、アナログで、なんていうんですか、低価格で、良質な音が出るアナログシンセをね、ボルカだとかいろいろ出してくださいますけど、意外とモノローグ使いどころがなかったりするんですよね、正直な話。僕、忖度なしで常に言ってますんで、で、ただ、プリセットとか聞くとね、めっちゃいい音出てる感あるんですけど、個人的にはね、めっちゃもったいないシンセだなと思うんですよ。使えば使うほど。何がもったいないかっていうと、これにリバーブディレイぐらいのエフェクトがついてたら、まあ、ほんと紙、モノ、アナログシンセだったかな、っていう感覚があるんですよね。なんでかっていうと、やっぱり、こういったアナログシンセって、素の音、じゃないですか。で、リバーブ、ついてなんぼのもんじゃっていうところあるじゃないですか。曲作るときって。リバーブにしろ、コーラスにしろ。なんで、ぶっちゃけ、僕ね、たまに、シンセ使った動画とか、皆さんとか、あと、知らない人とか、海外の人とかの、見るんですけど、意外と使用率が低いんかなーっていう気もしてて、こんなにね、いいシンセなのに、2オシレーターのノイズ付きですよ。ノイズ付きっていいですよね。ノイズオシレーターがあるっていうのは、僕の中で結構ポイント高くてですね。今回の動画サムネイルでも分かってると思うんですけども、コルグモノローグでの音源のみを使って、トラック作ってみたらどうなるかなっていうのをちょっと気になってね、やってみましたっていう動画です。はい、遡ればですね、僕がまだ20歳になるかならないの頃ですね、学生ローンを利用してですね、ジュノ60を買ったんですけども、ジュノ60はですね、ミディがついてなくてですね、その頃ね、シンクだとかいろんなそのミディ以外で、リンクさせる方法を僕は知らなかったんで、まあ、インターネットもね、満足にない時代だったんで、常にね、赤井さんのね、S1100 っていう、サンプラーに、ジュノ60の音をですね、単音でサンプリングして、使ってたっていう過去があります。なんて、ちょっとね、その時のことを思い出して、
コルグのモノローグでサンプリングした音源だけで曲一曲作ってみようかなみたいなことを思った次第でござります。酔っ払ってないですよ。なんで、例えばですけど、そうだな、作った音が残ってると思うんで、例えばベース。これなんだろう、スネアですね。スネアの音、ノイズオシレーターがあるからこそできる音ですよね。で、これ何だと思いますか？ハイハットですね。これサンプリングしてピッチ上げたらハイハットになると思いませんか？で、例えば、これオープンハイハットだけども、じゃあクローズにしていくと、こんな感じ。ね。使えそう、じゃないですかね。で、キック。キックもいろいろ悩んだんですよ。シンプルなキックも出せるんですよね。こういうね、808っぽいキックとか。ちょっと YouTube だと低音拾わないかな、わかんないけども出せるんだけど、ちょっと粗めのねキック作ってみました。っていうかやっぱいいっすよね、ノイズオシレーターあれだけどこんなにね音の幅が広がってくるんですよ。で、その他の音、作ってサンプリングして、このね、ちなみにサンプリングしたのはこの SP404 でサンプリングしたものを、WAV ファイルで、MC707 に取り込んだっていう感じになります。で、ちょっと喋りすぎちゃったんで行きますね。もう、行きましょう。こんな感じできました。いつもの僕の感じです。
いつもの感じでこんな感じでしたけども、すべて、今演奏したものはコルグのモノローグからサンプリングした音になります。で、全部じゃないですけども、それぞれちょっとエフェクトをかけながらやってたりするんですけども、キック、ちょっと割れた感じのね、スネア。これ、いいスネアですよね。ね。で、ハイハット。ハイハットもいいですよね。さすがアナログ。で、あとは、効果音的な音をリズムトラックにして、みたいな感じ。で、ベース。みたいな音って。ノイズ混じりの、ベース音源なんだけども、ローをカットした音ですよね。で、次。まあ、ベースのね、ウォンっていう、まあ、303とかに代表される感じのフィルターの開け閉めみたいな音ですよね。まあ、リード系というか、ちょっと短い、リードじゃないんだけど、まあ、リード系で使える音ですよね。で、最後に、これも本来ベースで使うような音なんですけども、ピッチを上げて、こんな感じでね、ちょっと味付け程度にブレイク後の展開の要素に入れてるっていう感じですよね。で、このまあ、シンバル的なところの代わりの音、これは実はハイハットとしてサンプリングした音のピッチをめっちゃ下げた音なんですよね。で、スネアはもちろんスネアの音で、演奏すると、みたいな感じになると。って考えると、コルグモノローグ、まあ、これもね、今更解説するっていう感じになると思うんですけども、いや、使えるモノシンセだなと。音のバリエーション広いですよね。ただ、総じて、プリセットとかいろいろ聞いてると、どの音聞いても、いいも悪いもコルグさんのモノシンセの音だなっていう。ね、もう分かっちゃいますよね。ローランドさんとかヤマハさんの音ではないなっていうのがもう、手に取るように分かっちゃう音ではあるんですけども、
現代のね、アナログシンセサイザーとして、多分ね、国産ではかなり安く買える部類に入るんじゃないですかね。なんで、個人的には、こいつ1台とサンプラー音を取り込むね、機械とシーケンサーがあれば、ぶっちゃけテクノは作れるなと思ってしまうし、追求すればね、アナログシンセって難しいのは、フィルターを動かしたいなと思っちゃうじゃないですか。なんで、こういう音でも、みたいに使っちゃって、意外と音のバリエーション少ねえなと思う人多いと思うんですよ。でもね、例えばフィルターの位置、ここで使う音。と、この位置で使う音。ね、こうやって。こうやってね、聞くとね、フィルターの位置で音色って、一つのね、パラメーター作った上で、フィルターをいじると、そのパラメーター、フィルターの位置によって音色が、バリエーションができるんですよ。そのフィルターをいじっていく途中の音ではあるんだけども、その途中の音をあえて使う。と、ね、全然違うじゃないですか。なんで、フィルターでいじる音と、フィルターでいじらないで、この音だよっていうところで使う音っていうのを使い分けるだけで、使えるわけですよ。おかしいな。お酒、ほとんど飲んでないんですけどね。ちょっとね、自分で何言ってるのかよくわかんなくなっちゃいましたね。なんで、そんなところです。コルグモノローグ1台だけでも、サンプラーさえあれば、立派な曲は作れるよっていうことを言いたかった動画でございます。で、先日ですね、このグルーブボックス DJ シンガチャンネル、なんと4000人の視聴者さんをですね、超えまして、ちなんでですね、今動画がですね、394ぐらいなんですよ。動画の数的に。なんで、もうすぐで400動画なんですよね。なんで、4000人で400動画ってちょっといい感じじゃないですか。まあ、数値的にはね、まあ僕らしいなっていうか、ちょっと縁起の悪い数字ではあるんですけども、せっかくなんで、400動画達成するときに何かやりたいな、とは思ってます。まあ、コルクさんから別に何もらってるわけではないですけども、安いんでね、一家に一個モノローグって感じはしますよね。まあ、動画を聞き直してもらって、特にね、別にこだわって作ったわけじゃないんですけども、こだわって作ったわけじゃない割には、なかなかモノローグ一個でいい感じのトラック作れるっていうことは分かってもらえたかなっていう気はします。バイ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 
400回目の動画記念、多分ね、また配信になると思いますけども、いつも来てくださってる視聴者さん、ぜひね、また、多分週末にやると思いますんで、またよろしくお願いします。ではまた。